れ様諸君。ところで今日はおめでとう。素晴らしいステージだったようだね。さてそろそろ全国ランキングのコーナードットップ TV が始まるぞ。追いつけたことは素直に喜んでいいですよね。みんなニコニコですね。私も今日勝てて本当に嬉しいです。でもきっとひよりちゃんたち二度と負けないようにこれからすごく頑張るんだろうなって思います。だから私たちも負けないくらいレッスンしてこれからも力を合わせないといけないですよね。
部分は合ってるから答えは教えてあげるわ。弥生があんたに言いたかったことの正解はね、弥生の家にご飯を食べに来てくれよ。実はね、弥生はあんたがご飯を食べに来た日がすごく楽しかったみたいなの。それでまたご飯を食べに来てほしいらしいんだけど、なんだか言い出しにくいみたいなのよね。あんたが忙しそうだから弥生は遠慮してるのよ。それくらいあんたも気づいてあげなさいよね。どうってことないわ。あんたのためじゃなくて、あくまでも弥生のためだしね。それがいいわね。私もあんたの差し入れ楽しみにしてるわ。それじゃあ明日の夜、弥生の家に集合よ。つもりなんじゃないの？ひよりちゃんも一緒にお手伝いしようよ。みんなでやったらきっと楽しいかなって。仕方ないわね。そんなにあんたたちが私と一緒にやりたいって言うなら手伝ってあげるわよ。
私今日はすっごく楽しかったです。そうね、私なら進路に迎えに来てもらうからこの辺りで平気よ。弥生、今日はありがとう。あ、うん、そうだよね、もう二人とも入っちゃうんだよね。それじゃあまた事務所で。お疲れ様でした。そう、本当はあんたの方が寂しいんじゃないの。ひひひ、じゃあ私帰るから、バイバイ。Thank you.